もうこれはね、うどんの中でもね、もう最強かもしれません。最強かも。はい、ということでね、今日はやみつき簡単うどんやっていくんですがね、これほんとめっちゃ簡単です。ぜひやってみてください。もう材料もね、醤油、ごま油、シャンタン、あとうどん、このうどん一玉いくらかな、60円ぐらいかな、それぐらいの値段で売ってます。で、まあ家にあったネギ、あと温泉卵、これを使ってやっていきます。今日のね、この混ぜうどんなんですがね、飲んだ後とか夜食とか、まあお昼ご飯でもいいんですけどね、には最高です。で、あと材料が材料なんでね、もう金欠の時とか、そういう時にこれはもうめっちゃ最高です。で、まだまだね、外は暑いんでね、あんまり火炊くのも嫌じゃないですか。なので、これもボウルにね、シャンタンと醤油とごま油あえて合わすだけです。こんな簡単な、いいんでしょうか。で、このね、シャンタンあればね、いろんなものに使えるんですよ。野菜炒めとか、あとなんかスープ系にも使えるしね、便利。冷蔵庫に収めてたらいろいろ使えて便利だと思います。はい、ということでね、もうこれで出来上がりです。ソース、もうこれだけ。あとはうどん湯がいていくだけです。これは食感をね、残したかったら冷凍のうどんでいいと思うんですけど、僕こうなんかふわっと柔らかくしたかったんで、こういううどん使いました。はい、ということで、もうこういうことになってますね。もううどん、これもバッチリです。このぐらい温まればいいんじゃないでしょうか。で、先ほどのソースに入れていきます。これね、先ほどのソースに入れていくとき、熱いうどんを入れるとね、こうシャンタンも溶けていい感じになるのでね、心配しないでいいです。こう温かいのを入れていくと、横についたへばりついたやつとかもね、全部取れていきます。で、味が染み込んでいく。もうこれだけでうまいです。あとはしっかり混ぜて混ぜて混ぜてください。はい、完成です。簡単やみつき混ぜうどん。はい、それではいただきます。もうこれすごい簡単ですよね。もうシャンタンだけ、ごま油と、もうね、金欠の時これやってください。かなり助かる。で、温泉卵、温泉卵を作ってもいいし、売ってるのでね、ぜひ。この熱いうちに卵がこう絡んでくるんでね、いただきます。うん、うまい。これ簡単だし、速攻できる。夜食には最高じゃないですか。飲んだ後、飲んだ後の一品とか夜食いいっすよ、これ。うまい。
もうこれはね、うどんの中でもね、もう最強かもしれません。最強かも。ちょっとね、ピリッと欲しい人。まあ、これ動画でも自家製やラー油作ってるんでね、これを入れたり、あと、七味入れたりしてみてください。それでも味変して、かなり美味しいと思います。人生が豊かになること間違いなし、皆様の日々のご飯のちょっとしたヒントになれば幸いです。コメント登録、よかったらいいねボタンよろしくお願いします。食べてみて。